中華寺典博物館の雪印残館。雪印とは、隋の文典の忍住元年の序がある、陸方言によって作られた印書。当の家居の作詞のために広く読まれた。最初は193印の印目が建てられていた。陸方言の序によれば、海王の初めに、陸方言の家に、竜いたるら8人が集まった時に、各地の方言が異なり、 既存の印書も文印が異なることが問題になった。そこで、障害、ガの水らが中心になって文印を決定し、その概略を陸方言が記した。その結果は長く放置されていたが、十数年後に、所持書、印書に照らして、節印五感にまとめた。節印は五感からなり、印の四性によって巻きを分ける。巻が表巻が上 4巻が巨章、5巻が日章である。成長ごとに韻を分けている。韻の数は、表章54、上章51、巨章56、日章32の合計193であった。一つの韻の中では、同音の字を一つにまとめて、その最初の字に半節で発音を記している。各字の磁石は非常に短い。節因以前にも印書は存在したが、 いずれも現存しない。このため、節音は漢字音を体系的に伝える最古の書である。節音によって代表される音韻体系を中古音、または節音音系と呼ぶ。英語では、節音によって代表される音を、アーリーミドルチャイニーズ、エリン音儀などによって代表される音を、レートミドルチャイニーズと呼んで区別する。節音は実用書であり、 しばしば修正されたり文字が加えられたりした。このため、節印原書は残っておらず、改定版が残っている。これらを総称して、節印形印書と呼ぶ。現存する、節印形書本や他書による引用を使った、節印原本の復元は、主に、上田正史、理英風らによってなされた。当後大印書集ありによって、主要な改定を以下に記す。町村突言が字を増し。 戦中を加えたもの。技法2年の序がある。頓光の残艦が残る。ワニが改定したもの。成立年については、議論があるが、当乱は、新流2年とし、九州祖母も中僧が復壁して国豪が等に戻った、時のものとする。第二次大戦後に漢本が発見された。他に、頓光残艦も残る。大幅に字を増やしたほか、上昇。 巨匠に一つずつ因を増して195因とした、王因と略称される。節因に対して追加訂正した箇所が比較的明らかであり、後因よりもはるかに元の節因の特徴をよく保っている。また、各巻の冒頭には、節因以前の各因者の分因状況が記されているのも貴重である。ワニの 官臭補欠説印の改定版だが、変更点が大きい。聖書年代は不明。新朝の宮廷に増していた本があるが、上昇の一部を書く。改元21年、または、天保13に孫、が大改定したもの。敦行の残刊と称王の急増残刊が残る。行印にもない、仙印があるなど、印を細かく分けている。敦行、トルファンの残刊が残る。 人法年らによって、北宋の大中幸不元年に観光され、正式名称を大、大宋重州、公院という。院は206院に増えているが、節院で一つの院を二つに分けただけで、音院体系自身にはあまり変わりがないため、節院の代用として、公院を使って、中高音を復元しても、結果は概ね変わらない。公院は、信代に、 公園部が再発見してから有名になり、漢本の漢本でありかつ工程や作品などが完備しているため、漢本、応印が発見されてからも節印系印書の代表として使われている。ありがとうございます。